こんにちは、速稼塾の久保です。まあ誰かにね、商品を売ろうかなと思った時に必ず集客って必要ですよね。例えばね、多くの方が考えているのがシニア世代にパソコンのスキルを教えていこうっていうふうに考えることなんですよ。確かにシニア世代ね、60代とか70代の方ってのはやっぱパソコンとかスマホとかのデバイスにちょっと疎いのかもしれないですね。でそういう方にパソコンのスキルってこうなんですよと、スマホってこうなんですよと、インターネットってこうなんですよっていうふうに、まあ、教えてあげたいなと思う、そんなことってあると思うんですよ。じゃあどうやって集客しようかなって多くの方悩むと思うんですけども、むちゃくちゃ簡単で、私もね、何度もね、私自身もやってますし、何度もね動画の方で発信してるんですよ。何だと思います？それはね、インターネットで集客しようとするから難しいんですよ。だってインターネットの向こうにシニア世代って基本的にないんですよ。これから増やしていかないといけないんですよね。だってインターネットの世界にシニア世代がたくさんいたら、もはやあなたの力必要ないんですよ。それができないから困ってるんですよね。じゃあどこで集客するのか、これ簡単なんですよ。いや、あのね、近くの町内会の集会所とか公民館に行ってみてください。毎日そういったシニア世代の方がサークルしてます。同好会、民謡とか詩吟とかね。どうですかね、人集まってないですかね。試しに近くの公園に行ってみてください。平日でも日曜でもいいんで、朝ね、グランドゴルフされてる方います。すでに集客完了してるじゃないですか。いや、そこに行ってアプローチするんですよ。できないですかね。いや、これができなかったらもうね、ビジネスできないんですよ。だってね、向こうから来てくれることをみんな願ってるんですけども、それほどあなたは魅力のある人ですか？見ず知らずの人がポンポン声かけてくれるような、そんな素敵な人ですか？まず自分の身の程を知らないといけないですよね。まずこちらから、ビジネスはこちらからアプローチしてなんぼるんですよ。こちらの方からへりくだってね、こんにちはと心を開いていくことなんですよ。そしてまずはその方の興味、関心を引くことなんですよね。じゃあリサーチって必要ですよね。じゃあその方が何を求めているのか、何を困っているのか、そういったものを持っていかない限り、お、ちょっと話の分かるやつだなっていうふうに思われないですよ。誰かが来た、なんだろうこの人、詐欺なのかなって思われて終わりです。まあ、この前提をもとにね、ちょっと聞いていただきたいんですけども、私のやってることなんですけども、非常に簡単な2つのパターンがあります。一つはですね、まあ、公民館や集会所、町内会館があります。掲示板必ずあります。そこに責任者の方と連絡を取ってね、私は分かりやすいスマホ教室、パソコン教室を無料でやろうと思うんですと。で、週に1回ほど、月に1回ほど、その日程は考えてください。ぜひこのね、集会所を使わせてくれませんかと。利用料はいくらですか、こういうふうにアプローチしてみてください。町内会の場合は、町内会に入っていただけるんだったら、これ年間でね、地域にもよるんですけども、年間で3000とか5000の年間会費です。で、私の地域は4800円です。それで町内会に入っていただければいつでも使えますよっていうふうになります。町内会館はね、公民館の場合は町内会に入っていればおそらく無料、そうでない場合は利用料が1時間に200円か300円です。1時間に200円300円、1000円はとてもしないです。私がいろんなところを使ってきた結果、そういうふうになってますね。地域のコミュニティプラザでもいいです。そこは結構人気なんで料金は高いかもしれませんし、予約は1ヶ月以上先になるかもしれません。でもそこでも取りますよ。そこで掲示板にパソコン教室やりますっていうふうなチラシをあなたが作って貼ればいいんですよ。それで集客できませんか？っていうか、まずそれをやってみてくださいってことですよ。いや、これは思いつく、私が言わなくても思いつかないとダメですよ、こんなのは。いや、本当にね。いや、そう思いませんか？だって街歩いてたら掲示板あるでしょ。誰かが貼ってるんですよ。いや、そこに思いが至らないっていう時点で、ちょっとビジネスマンとしての歩みがちょっと弱いのか、会社員としてもちょっとね、三流だと思いますよ、そこは。だから目が出ないんですよ。何にも気づいてないんですよ。街を歩いていながら、暮らしていながら、自分のことばっかりなんですよ。でも世の中で何が起きてるのか、世界のどっかで何が起きてるのかじゃなくていいんですよ。自分の住んでいる行動範囲で何が起きてるのか、何が自分に資源として使えるのか、こういうセンスがもしなければ今日からちょっと身につけていただければいいんじゃないかなと思います。で、これで集客が完了ですよ。それをずっと続けるんですよ。張り紙1枚しただけですぐに来ると思っちゃダメですよ。それを3ヶ月、6ヶ月続けてみてください。で、おかしいな、来ないなと思ったら工夫するんですよ。チラシを目立たせるとかね、
それこそ新聞の折り込み入れてみるとかね、これは有料になりますけどね。でも無料でやってくれるところもありますから、そういうところを頼んでみるとか、もっといい方法があります。それは2番目の方法です。2番目の方法は何かというと、あなたが町内会に入るんですよ。町内会に入ってそこで活動する。そうすると自然と知り合いができます。で、私はパソコンの教室やってるんですってお話すれば、もうすでに生徒さんできますよね。わあ、教えてくださいってなります。なぜなら町内会には基本的に60代以上の方が圧倒的に多いです。パソコン、スマホ、まあスマホはみんな持ってます。でもほとんど使えないんですよ。もしくは使えてても連絡先の人がいないんですよ。こういう現実があります。例えば70代80代の方でも LINE をやってる方がいます。でも LINE はやってるんだけども、自分の家族とお孫さんとやるのが精一杯で、本当はね、町内会活動をはじめ連絡を LINE で取りたいのに、他の方がやってないから発信できないし受信もできないんですよ。宝の持ち腐れになってます。で、そういうセンスのいい人は、自分が素晴らしいインターネットのスマホのこういったデバイスを持ってるのに十分使えないってことを理解してるんですよ。だから誰かに広めてほしいと思ってるんですよね。自分が広めようと思わないんですよ。誰かに広めてほしいと思ってるんですよ。ですんで、パソコン教室、スマート教室、インターネット教室をやると、そこに来てくれるんですよ、手伝いにね。もちろんその方からも参加費はいただきます。まあ最初は無料でやるのがいいですよね。無料でやって、そこで人間関係作ったら、特別コースを有料で売るというのがいいです。その際は公民館なり町内会館ではなくて、別の場所を設定するのが望ましいです。公民館や町内会館というのは基本的にその中での商売をあんまり奨励してないところが多いんですよね。ですので、そこは配慮して、違う会場でこれこれこういうセミナーをやりますので、そこは有料なんですけども来てくれませんかということで、無料のコミュニティの中で案内してください。つまりですね、インターネット上で無料コンテンツを配して、その中から有料のコンテンツを販売するっていうのを、まずはリアルでやるんですよ。その積み重ねがやがてインターネットで完結するビジネスになります。最初はリアルです。私もそうでした。私も異業種交流会で知り合った方に、名刺交換をした方にアプローチして、私のインターネット教室に来てもらったんですよ。それがスタートです。それから今はインターネット上で集客して、インターネット上で商品を紹介して、インターネット上でセールスをして、インターネット上で収入を得るって形になりました。これね、上級者のやることなんですよ。インターネットで全部完了するっていうのは、コミュニケーション能力が高い方がやることなんですよ。コミュニケーション能力が低い方は、まずリアルであって、実際に目の前にいる人との関わりを強くする、実際に会うっていうことで、また信頼関係を作ることですね。だからね、コミュニケーション能力の低い人のもう一個の特徴なんですけども、最初からインターネットで完了しようと思って失敗するんですよ。最初は目の前の人にまず商品をアプローチする。目の前の人からお金をくださいって言ってみる。それが親兄弟でも友達だとも同じですよ、ね、親兄弟、子供に商品売ったことありますか？それね、商売人なら誰から構わず売れないといけないです。特に自分の商品に自信を持っていて、これはこの人の役に立つだろうと思ったものに関して売らないってことはどうですかね。じゃあここに1個のおにぎりがあります。この人には無料、この人には100円ってやります？全ての人に100円なら100円で売らないと、商売っていうのは。全ての人に物を売らないとどうやって稼ぐんですかってことですよね。まあそういうことね、いろいろと申し上げましたけども、集客に困ってる人はね、特にシニア世代にパソコンのスキルを売ろうと考えてる人は多いんですよ。多いのに、ちんぷんかんぷんな行動してる、とんちんかんな行動してるんで、そこに結びつかないんですよね。まあですんで、私が言った通りに、2つの方法。まずは地域の公民館なり町内会館に掲示板にね、パソコン教室やりますって貼らせてもらって集客してみてください。もう一つの方法は、あなた自身が地域の活動に参加して、そこから人脈を作ってみてください。町内会の活動とかでも、地域のボランティアでも、公園の溝掃除でもいいと思いますよ。必ずやってますから。だったらグランドゴルフに参加させてもらってもいいんじゃないですか。会員にならせてくださいっていう風に、グランドゴルフやってるところに行ってね、すみません、これやってみたいんですけど、ね、組織に参加することがすでに集客なんですよ。あとはね、3つ目の方法、ちょっと特別に言いましょうか。隣の家の人が必ずいるでしょ。おはようございます、ピンポン、できませんか。隣の人、ね、この世界で一番近くにいる人はお隣さんですよ。お隣さんと最近一緒に家に上がり込んで、もしくは自分の家に来てもらってお茶を飲んだのは何ヶ月前ですか。
もしかしたら一回もしてないんじゃないでしょうね。それじゃ商売できないですよ。なんで隣の人との信頼関係ができずに、どこの誰か分かんない人の信頼関係を作ろうとしてるんですか。だからそこがそもそもおかしい。あなたは一番近くの人から悩みを解決してあげればいいんじゃないですか。だからね、インターネット上のどこか分かんない人、信頼関係がない人にお金くださいっていう度胸はなんで湧いてくるんですかね。それは度胸じゃなくて無謀ですよ。もっと言えば失礼ですよね。向こうから言わせれば、わけのわかんない人が商品売りに来たって感じですよ。逃げも隠れもするんじゃないですかって思われて終わりですよ。でもお隣さんが逃げも隠れもすると思いますかね。お隣さんに、じゃあ商品1万円ですって、お隣さんにね、なんかね、1万円くださいって商品売った人が逃げも隠れもするって思いますかね。だからまずは自分はここにずっと住んでいて逃げも隠れもしないですよってお互いに思っている方にセールスをかけるべきです。例えば家族とかね、お隣の方、向こう三軒両隣、こういう人たちにまずは商品売るべきじゃないですかね。じゃあ商品売ろうと思ったらもう生活変わりますよね。例えば外出しても近所の方に会って素通りしますかね。すべての出会いがお客さんだと思えば、すべての方にご挨拶できたりとかね、丁寧になったりとかするんじゃないですかね。そしてもっともっとより良い信頼関係を作ると思えば、周りの人の困ったことに敏感になると思うんですよ。これが自分の痛みに鈍感になり、周りの痛みに敏感になるってことですよね。他人の痛みに敏感になっていくこと、まあ、商売人の基本としてはとにかく他者に寄り添うことですよ。自分の都合を後回しにしてても誰かに貢献しようと思っていただくことなんですよ。実際は違ってますよ。実際は自分が最優先と思っていても、ビジネスマンは周りの人にね、この人は自分のために働いてくれる人だって思っていただかなければ何の信頼関係も浮かびません。まあ、ですんでね、まずは自分が声をかけていくこと、向こうから来ること待っちゃダメですよ。こちらからいくらでもアプローチしていくことですよね。そして周りの人にどれだけ役に立てるか、これをいつも考えて実践すること、その繰り返しじゃないですかね。いや、すごく基本的なことで、別に商売じゃなくても当たり前のことを話しているような気がしますけども、いかがですかね。まあ私は少なくともそうやってここまでやってきました。その他の方法はありません。ですんでインターネット上でも自分の身を晒すこととかね、自分が稼ぎに来てるのに、自分が商売をしようとしてるのに誰も減り下ることはありません。私はね、会社員で副業でやっているよりももっときつい道を歩んできたっていうふうに振り返ります。私は経営者として社員を抱えながら自分のインターネットビジネスを別でやってたんですよ。どうですかね。私が他の方に貢献して社員から見れば自分たちには何にも変わり見えてないと思われても仕方がないぐらいのことをやってきました。でそうなると私の社員から私に対する忠誠心は離れていきます。会社は潰れましたよ、おかげさまで。でも自分の人生をかけるべきことにもう躊躇はなかったですね。誰の目をはばかるんでしょうか。だからそれはね、自分で勝手にそう思ってるだけなんですよ。だから自分の行動にね、いちいちね、ケチをつける人ほっときましょう。そういう人との縁を大事にするから自分の人生が引かれないんですよ。まあね、例えば副業で禁止されてるって方もいると思うんですよ。副業って禁止されてるからできません。今お勤めの仕事で不満だからインターネットで稼ごうとしてるわけでしょ。で、今お勤めのところが不満なのに、そこに忠誠心をあなたが宿していたら絶対に自分の人生引けないですよ。で、最後にね、この言葉を残して今回のメッセージを終わろうかと思います。多くの方見ていただきましてありがとうございました。自分の人生を変えようと思ったら、少なくとも今いるところから離れなくちゃダメです。そう思いませんか。人生変えようと思ってるのに、新しい旅に出ようと思ってるのに、同じところにずっといて何が起きるんですかってことですよ。まあ、それをね、心に留めていただいて、あ、なるほどなと思ったら次の動画も見ていただければと思います。それでは失礼します。